ご視聴ありがとうございます。ヘルマン・ヘッセ作「デミアン」その第8回目をお送りしますが、その前に前説自家製研究解説です。ヘルマン・ヘッセの代表作をご紹介しています。前回の「車輪の下」に続いて今回は初期の作品「ペーター・カーメンチント」をお届けいたします。日本では「郷愁」と訳されているこの小説「ペーター・カーメンチント」は1901年から1903年8月にかけてバーゼルで執筆され、その翌月1903年9月から11月まで S ・フィッシャーの雑誌「新評論」に発表されました。単行本としてフィッシャー書店より刊行されたのはあくる1904年2月ヘッセ27歳の時です。この小説が執筆された頃のヘッセは書店に勤めながら詩を作ったりイタリア旅行をしてその寄稿文を書いたり美術家や美術研究家たちと交際をしたり雑誌や新聞に寄稿して報酬を受けたりしていました。そして1901年にはヘルマン・ラウシャーを自分自身の勤めている来日書店から刊行し、1902年にはカール・ブッセの編集による「新ドイツ叙情詩人」そのシリーズの中にヘッセ詩集を発表したりしていました。このヘルマン・ラウシャーを読んだフィッシャーはこれを高く評価し、ヘッセに手紙を送ります。その時ちょうどヘッセはカーメン・チントを書き始めており、その作品はフィッシャーの雑誌に載り、そして出版されたということになります。そしてこの作品は読者から非常な歓迎を受け、作品にはウィーンのバウエルンフェルト賞が授与されました。この当時、都会の文学が隆盛していましたが、再び地方、ランドの文学が現れることになり、自然主義というものが注目されていましたが、自然主義が的傾向の文学の生活空間は大都市であり、自然主義のドラマは特に社会問題に満ちて、一方優美的文学は主として退廃的なまでの性格の洗練に満たされ、そのどちらにも力強い人物の形成と自然感情の精錬とが見出せないでいました。そんな中でこのヘルマン・ヘッセの「ペーター・カーメン・チント」はこの2つの要請を結合して持っており、そのことが読者の間に大きなセンセーションを巻き起こすことになりました。それまでの写実主義的教義と大都市の悲惨さとその行き詰まるような空気の環境描写から脱して、光と色彩とユーモアに照らされた美しい芸術作品の快い世界に向かっていこうとする希望が描かれていたのです。こうしてヘルマン・ヘッセは華々しいデビューを飾ることになります。はい、以上、今回はペーター・カーメン・チント郷愁についてお話ししてみました。それではデミアン朗読をどうぞ。ヘルマン・ヘッセ作実吉隼夫訳デミアン朗読その第8回第1章2つの世界続きから。朝になって母が急いでやってきて、もう時刻が遅い。なぜまだ起きないのかと叫んだ時、僕の顔色は悪かった。そして母がどこか加減が悪いのかと聞いた時、僕は戻してしまった。これで事情はいくらか良くなったように見えた。僕はちょっと病気になっていること、そして一朝だけ発汗剤を飲みながら横になったままでいてもいいこと、母が次の場で片付け物をしたり、リーナが向こうの玄関口で肉屋に応対したりしているのをじっと聞いていること、それが僕はとても好きだった。学校のない午前というものには何か魔法にかけられたような童話めいた趣があった。太陽はそんな時部屋の中へ差し込んでくるが、それは学校で緑のカーテンを下ろして防ぐのと同じ太陽ではなかった。しかしそんなことも今日はいい味がしなかったし、何かそらぞらしい響きを帯びていた。そうだ、自分は死んでいたらいいのに。ところが今までもよくあったように、ただちょっと気持ちが悪いだけだ。そうしてこれでは全くどうにもならない。これは僕を学校から守ってはくれるが、しかし11時に市場で僕を待つことになっているあのクローマーからは守ってくれないのだ。そして母の優しさはこの場合慰めにはならなかった。煩わしくて心を悲しませるのであった。僕は間もなくまた眠ったふりをしながらあれこれと考えてみた。どんなことをしてもダメだった。僕はどうあっても11時には市場に行かなくてはならないのだ。そこで10時にそっと起き上がった僕は、気持ちの悪いのが治ったと言った。こういう場合にはいつもそうなのだが、僕はまたベッドに戻るか、または午後になったら学校へ行くか、どっちかにしろと言われた。僕は学校へ行く方がいいと言った。ある計画を立てていたのである。金を持たずにクローマーのところへ行くわけにはいかなかった。僕は自分の分になっているあの小さな貯金箱をどうしても手に入れる必要があった。あの中にある金では足りない、到底足りない、それは分かっていた。しかしそれでもいくらかにはなる。そして何にもないのよりいくらかでもある方がいいし、それがクローマーを少なくとも和らげるに違いないということが僕には勘で分かっていた。かかとで歩いて母の部屋へ忍び込んで、母の机の中から僕の貯金箱を取り出した時、僕は嫌な気持ちだった。しかし昨日の事件ほど嫌ではなかった。心臓の動悸で喉が詰まりそうだった。そして下の階段で一応調べてみて、その箱に鍵がかかっているのが分かった時にも気持ちは良くならなかった。箱をこじ開けるのは実に造作もなかった。薄いブリキの格子を引きちぎればよかったのである。しかし引きちぎる手は痛かった。これでいよいよ僕は窃盗を働いたわけであった。それまでは砂糖の塊だの果物だのを盗み食いしたに過ぎない。ところでこれは僕自身の金ではあっても盗んだものだ。僕は自分がまた一足クローマーと彼の世界に近づいていくのを、道がいかにもうまい具合に少しずつ下り坂になっていくのを感じた。そしてそれに反抗を試みた。たとえ地獄に落ちようとも今となってはもう後戻りはできない。僕は不安な気持ちで金を数えた。箱の中ではいかにもたくさんありそうに響いていたが、さて手に取ってみると情けないほど少なかった。65ペニヒだった。僕は箱を下の玄関口に隠すと、金を手に握ったまま家から歩み出た。今までにこの門をくぐったのとは違った歩き方で、上で誰かが僕を呼んだようだった。僕は早足で立ち去った。時間はまだたっぷりあった。僕は回り道をしながら、様子の変わってしまった町の街路を抜け、見たこともない雲のもと、僕に嫌疑をかけている人たちのそばをこそこそと歩いていった。途中でふとある学校友達が、ある時家畜市場で1ターレル拾ったことがあるのを僕は思い出した。神様が奇跡を行って、僕にもそういう拾い物をさせてくれるようにと、祈れるものなら祈りたかった。しかし僕にはもう祈る権利などない。それにそうなったところで、あの箱が元通りになることはないだろう。フランツ・クローマーは遠くから僕を認めたが、それでもごくゆっくりと僕の方へ寄ってきながら、僕には気を止めないような風だった。僕のそばまで来ると、彼は後についてこいと命令するような目くばせをした。そしてただの一度も振り返らずに平然と歩き続けて、シュトロー工事を下ると小橋を渡った末、町外れの家々の近くでとある新築の家の前で止まった。そこには職人はいなかった。壁は戸も窓もない殺風景なものだった。クローマーは辺りを見回した後、入り口から中へ入っていった。僕はその後に続いた。彼は壁の陰に歩み入って、目くばせで僕を呼び寄せると手を差し伸べた。持ってるかい？と彼は冷たく尋ねた。僕は握ったままの手をポケットから出して、自分の金を彼の手のひらの上へ開けた。彼はまだ最後の小ペニ火玉の音が消えないうちにそれを数えてしまった。こりゃ65ペニヒだな。と彼は言って僕をじっと見た。そうだよ。と僕はおずおずしながら言った。これだけしか僕持ってないんだ。これじゃ足りないさ。それはよくわかってる。だけどこれでおしまいだ。これ以上持ってないんだよ。お前もっと利口なのかと思ったのにな。と彼はほとんど穏やかな非難の調子で責めた。立派な男同士はきちんと付き合うもんだ。俺はお前から正当でないものを取り上げようと言うんじゃないぜ。分かってるね。この白道はそっちへ取っときな。さあ、もう一人のやつは誰だかお前分かってるな。俺をねぎろうとはしないんだ。あいつは払ってくれるさ。だって僕、本当にこれしか持ってないんだもの。これ、僕の貯金だったんだよ。そんなこと俺が知るもんか。俺はお前を不幸にしようと言うんじゃない。お前はまだ俺に1マルクと35ペニヒだけ借りがあるわけさ。そりゃいつもらえるね。無論さ、きっとあげるよ、クローマー。今はわからないけど、僕多分もっと手に入れるよ。明日か明後日ね。無論わかってるだろうけど、僕、うちのお父さんにはそう言えないんだ。そんなこと俺には関係ないさ。俺はお前を痛めつけようとするような人間じゃない。本当なら、俺は昼にならないうちに例の金をもらうこともできるんだよ。わかるね。それに俺は貧乏なんだ。お前は綺麗な着物を着てるし、昼飯だって俺より上等なものを食わせてもらうんだろう。でも何にも言うまい。仕方がないから少し待つとしよう。あさって口笛で合図するよ。午後にね。そうしたらちゃんと型をつけろよ。俺の口笛は知ってるね。彼は僕に口笛を吹いて聞かせた。僕が何度も聞いたことのあるものだった。うん、と僕は言った。知ってる。彼はまるで僕なんか仲間ではないといった様子で立ち去った。僕らの間には一つの取引が行われたのだ。それだけの話だった。今日もなお、僕はクローマーの口笛が突然聞こえたら、ぎょっとさせられるだろうと思う。あの時以後、僕はそれを何度も聞いた。ヘルマン・ヘッセ作、実吉隼雄役、デミアン、朗読その第8回、第1章、2つの世界、途中まで。